ビオラ、または、ビオラは、西洋音楽で使われるバイオリン族の弦楽器である。長い間、独創楽器としてはほとんど無視された存在であったが、近代以降では、独奏曲も数多く作られるようになってきている。合奏や重奏の中では、中音部を受け持つ。しばしば、バ、ブラと略記される。バイオリンとほぼ同じ構造であるが、低い音を出すために全体が大きくなっていて、 特に厚みが増している。バイオリン同様、顎に挟んで演奏する。大きさはバイオリンに比べ、銅の長さで 50mm ほど大きいと言われるが、ビオラの大きさは 390mm ほどから 420mm を超えるものまでばらつきがある。アントニオストラディバリは、コントラルトビオラとテナービオラの2種類のビオラを製作している。現在残された木の内型によれば、 コントラルトビオラの胴長は約四十一センチメートルでテナービオラの胴長は約四十七センチメートルである。音響的には大きい方が有利であるが大きすぎると演奏が困難になるため演奏者は演奏技術、体格との兼ね合いで自分の弾くビオラを選択することになる。日本では四百五ミリメートルほどの大きさが好まれるが世界的には小さめの寸法であり ストラディバリが制作した寸法から 410mm 程度が標準とされる。これは前日のコントラルトビオラの大きさをほぼ継承したものと言える。一方、アメリカ合衆国では大きなビオラが好まれ、あるビオラ制作コンクールでは 420mm を超えるものという条件があるくらいである。また長さのみならず、共鳴箱の容積を大きく取るために厚みを厚めに、 設計したもの、幅を広めに設計したものなど形もまちまちである。ビオラの大きさはバイオリンより音域が5度下がることから、価格的には本来胴の長さがバイオリンの1.5倍の 540mm 程度で、音が最も共鳴するのだが、それだと物理的に人間が演奏不可能となるので、サイズが410から 430mm で落ち着くことが多い。 したがって、制作者はそれぞれ趣向を凝らし、厚みを加えたり、胴体を長くしたりして、制作者なりに、最も映える音を模索し、制作に至る。もちろんビオラの音色は、大きさの実によって決定されるものではないのでバッシュメット、このように標準的な寸法よりも若干小さめの、ビオラで魅力ある音色を出す演奏家もいるが、400mm 以下のビオラでは、 本当のビオラの音とは言い難いというのが本格的な制作者に見られる認識である。弦は楽器全体の長さに応じてバイオリン用のものより長いだけではなく同じ高さのバイオリンの弦より太い。弓は一般的にバイオリンのものよりやや短く重量はやや重い。フレー長弦中央波音のすぐ上の音から完全5度ずつ下に向かって2と波であり。 第四弦の刃音は中央刃音の完全8度下の音となる。この長弦はバイオリンより完全5度低く、チェロより1オクターブ高い。基本的にアルト記号で楽譜に書かれるが、高音部にはトート記号も使われる。楽器を左肩に乗せ、顎で押さえて楽器を固定し、左手の指で弦を押さえて音程を決める。右手は指で楽器の弦をこすって音を出す。 バイオリンとほとんど同じである。ビオラ用の練習曲や教本においても、セブシック、スクール・オブ・テクニック・ホー・イオラ、カール・フレッシュ、音階教本などもとは、バイオリン用に作られたものを5度音程を下げて、編曲したものが広く使われている。規制のバイオリンやチェロのための作品を書き改めて演奏することが多くある。他の弦楽器と同じく、同一曲内で別の楽器に持ち帰ることは、 ほとんどないが、次の曲では、バイオリンと持ち帰る。ビオラの独創楽器としての地位を発掘した演奏家は、20世紀初頭から現代まで、少なからず存在する。彼らの登場までビオラは、長らく独創楽器としては無視された存在であった。現在でも、ビオラの第一人者なんてものはいない。ストラディバリウスを盗まれたくなければ、ビオラのケースに入れておけというジョークが残っている。 現在は、ビオラ専門、または活動の中心に据える独奏者も少なくないが、全体としては、バイオリンと掛け持ちで活動している奏者が多い。オーケストラや弦楽師重奏団では、ビオラ奏者はほぼ固定され、バイオリンと流動することは少ない。詳細は、ビオリスト著名なビオリストの一覧、または、クラシック音楽の演奏会一覧ビオラ奏者を参照。ありがとうございます。